ペストは1722年に発行されたダニエル・デフォーによる観察録あるいは小説である。後にロンドンの大疫病として知られるようになる1665年のロンドン最後のペストの大流行について一人の男の経験談が綴られる。書名は直訳ではペスト年代記、ペストの年の日誌などになるが、日本語訳版では表題のペストのほか、ペストの記憶、疫病流行記、ロンドンペストの恐怖など様々なタイトルで出版されている。ペストはH. 海という人物が綴った観察録の形をとり、1665年のペストの年に起きたロンドンでのペストの大流行中に起きた出来事や逸話について語られる。このため、この本が観察の記録かあるいはフィクションに分類されるか評論家や歴史家の間で論争となっている。ペストでは小説のように章や節などに章立てされた構成になっていない。観察録は、ある程度年代順に綴られるが、余談や反復が挿入される作りになっているが、それらの総和が一つに回収されるような大きな物語は存在しない。また、当時の法令や死亡収法の数値などが観察録中に挿入される。文中にはしばしば語り手の意見や批評が入るが、これらは特定の立場によらない視点で記されているため、一貫しておらず、矛盾した意見が述べられる場合がある。この観察録は実際には1722年3月に発行される前の数年間で執筆されたもので、ロンドンでの大流行が起きた1665年当時、デフォーはまだ5歳であった。語り部の H. 海はおそらくはデフォーの叔父であったヘンリー・フォーを元にしており、叔父からの伝聞や日記を元に執筆されたと考えられる。ヘンリー・フォーは H. 海と同じくイーストロンドンのホワイトチャペル地区に住むバグ商人であった。本書は約5万人が死亡した1720年のマルセイユでのペストの流行に影響を受けて執筆したと考えられ、ペストの発行の1ヶ月前にはデフォーはパンフレット、魂と肉体を保つためのペスト対策論を発行している。デフォーは臨場感を得るために、出来事が起こった特定の地域、通り、家を特定することに苦心している。さらには、犠牲者の数を表す表を提示することで、様々な手記や語り手が聞いた逸話の信憑性を増している。この書籍で綴られる記録は、しばしば実際のサミュエル・ピープスの日記に書かれた同時期のペストについての記述と比較される。一人称視点で記されているピープスの日記より、デフォーによる記録は多くの調査が含まれている様子が見られ、体系的かつ詳細に書かれている。この記録がどのジャンルの書籍に分類されるかは議論の的となっている。当初はノンフィクションとして発表され、読まれてきたが、1780年代にはフィクションとしての評価が認められた。デフォーがこの作品の作者であるか、あるいは単なる編集者であるかといった議論は長く、続いた。エドワード・ウェドレイク・ブレイリーは、記録について、断じて、フィクションではない、フィクションに基づいたものではない、表現のために、デフォーの記録に改ざんが行われたのだと記した。ブレイリーはデフォーによる記述を、神聖な手記として知られるペスト医であった、ナサニエル・ホッジズのロイマロージや、サミュエル・ピープスの日記、ピューリタン牧師のトーマス・ヴィンセントの、ゴッツ・テリブル・ボイス・イン・ザ・シティ・バイ・プレーグ・アンド・ファイアなどの一次資料との比較に手をかけていた。1919年にワトソン・ニコルソンはこのブレイリーの見解について支持し、ロンドンの大疫病の記録は適切で検証されていない記述は一つとしてないとし、この作品は本物の歴史とみなすことができると主張した。ニコルソンによれば歴史的事実に忠実な記録である。著者はそのように意図したとされる。少なくとも現代文学批評家のフランク・バスティアンはこの見解に同意し、創作された些細な描写は小さく重要でないとし、フィクションよりも我々が考える歴史に近いと述べている。また、これをフィクションあるいは歴史のどちらにラベル付けすべきかという疑問はこれらの言葉に内在的に含まれる曖昧さから生じるものだ、とした。また別の評論家は、この作品は創造されたフィクションとみなされるもので、当然に歴史小説として説明できると論じた。エバレット・ジンマーマンはこの見解を支持し、物語の語り手に焦点を合わせることで、疫病の年の記録は、歴史よりもより小説らしくなっていると記した。しかしながら、デフォーが物語の語り部に H.F. を使い、発行当初には記録を経験者による疫病の回想録としたことが、歴史的記述よりもロマンスであるとする批評家たちの議論の大きな問題点となっている。疫病の歴史研究家であるウォルター・ジョージ・ベルは、デフォーは自らの資料を無批判に用いており、歴史家とはみなされないと述べている。ウォルター・スコットの記録へのやや曖昧とも言える見解は、最初によく知られるようになったデフォーの伝記作家であるウォルター・ウィルソンと共有される。ウィルソンはメモアール・オブ・ザ・ライフ・アンド・タイムズ・オブ・ダニエル・デフォーにおいて、デフォーは典拠のあるものと彼の頭から作り上げたものを作為的に混ぜ合わせ、それがどちらから来たものか見分けることを不可能に仕立て上げた。彼は全体を恐るべき原点に似せることで、魔法のように取り囲み懐疑主義者を混乱させたのだ、とした。ウィルソンの見解ではこの作品は、歴史とフィクションの同盟であり、それぞれの間を絶えず変化してはまた戻るとしている。またこの見解は、記録を疑視と呼び、重厚な事実で、大いに真実である本は、想像力が折々に燃え上がり、事実を支配すると評したジョン・リチェッティも共有する。これらの記録がフィクションか歴史あるいは歴史兼フィクションかといった択一的な議論は現代でも続けられている。ありがとうございます。